話です。おい、お前こんなもんちゃうやろ。お前、はい、俺がよ、次の7戦目、はい、相手したるよ。俺が仕込んだるよ。お前心して受けろ。お願いします、ライさん、お願いします。永田さん、この世界に道見てくださったのは永田さんです。永田さんはとであって僕はチェンジマイライフ、人生変えて頑張っていきます。次第1勝負、中西学さんが今日僕と試合してくださると言ってくださってるんで、一生懸命あの人間離れした怪物の相手に挑みたいと思います。一つ一つの技とかね、受け身とか攻撃パターン、チョップ、エルボー、そういうものを一つ一つ確かに身につけてるのが分かります。信じまなした体を使った、そのね、それを有効に使う技も理解しつつあるのはよく分かる。ただプロレスってのは本当に戦いなんで、自分の体を有効に使いながら、いざね、殴られたり蹴られたりしたときに、何クソってものがもっとリングで出ないと、レスラーとしてはいかがなものがあるか。やっぱ戦うことってのはね、やっぱりリング上は戦いなんだから、相手に対する、ね、怒りとかそういうものをぶつけながら相手を殴る蹴る叩きつける、そういうレスラーになってほしいですね。すごいものを持ってますから北村ってのは、まあ、我々も昔はそうやってね、先輩たちに殴られ蹴られ谷底にどんどん落とされて、そこから這い上がってきたもんでね、今日の、まあ、彼の7番勝負を、ね、使って、かつて僕らが、ね、長谷前文科大臣とかにやられてきたそのまんまのことを北村の体には伝えたつもりです。僕はああやって長谷さんとか当時のコーチ佐々木健介とかね、そういう人たちに、ね、本当に谷底に沈められて這い上がってきたっていうのがありますしね。まあ本当は北村なんかはもっとこういう攻撃を受けなきゃいけないんですけどね、今まで今日までの5番勝負か、それをみんなとやってる中であんまりそういうのが見えなかったんでね、今日は僕はあえて教えてやろうかなと。ここの体を、あの体で僕のことを吹き飛ばしたら吹き飛ばしたらそれはそれでいいんですよ。でもそんな弱じゃないんで、26年目に突入した長手以上キャリアっていうのは、北村はもっとこういうの受けなきゃダメですね。そして本物のプロレスラーになってほしい、そういう思いから来る厳しい戦略をしてもらいました今日。以上です。